どうも、ありがとうございます。今回はサムネイルにも載っているかと思うんですが、なんとこちらのとある男が授業をしてみたとですね、ネスレさんが出しているキットカットさんがコラボすることになりました。奇跡。そして何をさせていただくかって言いますと、なんとプレゼント企画をさせていただくことになりました。プレゼントの内容や詳細に関してもお伝えさせていただきたいとこなんですけど、ただその前にですね、一つ皆さんに知っておいてほしいことがありまして、なんでそもそも今回このチャンネルとキットカットさんがコラボすることになったのかっていう経緯の部分なんですが、今回ですね、そのネスレさん、キットカットを出してるネスレさんの担当者の方がですね、受験生を応援したい、まあ、キットカットの商品ってすごいこういう時期に出るじゃないですか。で、担当の方もめちゃくちゃ熱い思いを持って受験生応援したいっていうのを思ってらっしゃるんですけど、それを情報発信する場所はないんですよね。それを今回このとある男が授業をしてみたっていうチャンネルを通して、キットカットさんの担当の方が思ってるその熱い思いっていうものを皆さんにお伝えできたらなっていうところからスタートしたんです。で、今回この動画でも自分からちょっと皆さんにね、こう受験生の皆さんにこの思いを喋らせてもらうシーンがあるんですが、その前にですね、なんとネスレの担当の方から受験生の皆さんへのメッセージをお預かりしました。なのでちょっとね、僭越ながら自分が代わりに読ませてもらう形になるんですけど、ぜひ聞いてみてください。受験生の皆さんへ。私たちもかつて皆さんと同じ受験生でした。毎日勉強して結局何も得られなかったらどうしようって思う瞬間が何度もありました。受験は自分の人生を自分で選ぶ最初の一歩だと思います。選んだ先の未来がどうなるのかは誰にもわからないですが、少なくとも今の自分のベストを尽くし、後悔のない選択をし続けることがきっといい未来につながるのだと思います。皆さんがベストを尽くせることを心より願っております。応援しています、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。少しでも多くの方に届いていることを願っております。ちなみに今回のプレゼントなんですが、皆さんこれ知ってますか？これコンビニとかでも売ってるんですけども、パウチってよく言われるこういうタイプのキットカット、そして多分よく目にするこれですね、これもコンビニで売ってます、この箱タイプのキットカット、しかもそこに合わせてバータイプ、このバータイプ、パウチタイプ、箱タイプ、この3点セットで81名の方に、なんで81名か分かる方はコメント欄にセットで送らせていただきます。しかもですね、今回ちょっとこれ、プレゼント用ではないんですが、プレゼント用に特別バージョンの箱を作っていただきまして、今回その81名すべての方に私からの直筆メッセージを添えてプレゼントさせていただきます。よかったら受験会場とかに持っていていただけると嬉しいです。なので今回のプレゼント内容はこのパウチ箱型、メッセージの箱型、そしてバータイプ、これを81名の方にプレゼントとなります。今応募方法に関する詳細が画面にパーン出たと思うんですが、詳しくはですね、概要欄に載っているネスレさんのホームページの方に飛んでいただけるといろいろ書いてありますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。それでは最後に私から皆さんに少しだけメッセージをお伝えさせていただけたらと思います。普段からね、動画見てる方はまた同じようなこと言うんじゃねえかなと思って飛ばしたくなるかもしれないんですけど、よかったら最後まで付き合ってください。で、同じようなこと言っちゃうかもしれないんですけど、11月になっておそらく不安や焦りっていうのは先月、先々月、夏の頃に比べたら比じゃないくらいに感じてると思います。毎日努力をしているのに前に進めている気がしない、周りは伸びているのに自分だけ取り残されているんじゃないかと思うこともあると思いますけれど、不安に思ったり焦る気持ちっていうのは自分は頑張っている証拠だと思うんですよね。一生懸命努力をして一生懸命自分と向き合っている人だからこそそう感じるんだと思ってます。なのでそう感じている皆さんは努力している証拠です。そして努力をしているっていうことは前に進めている証拠なんです。なので自分がどんなにこうやって前に進めてるよ、大丈夫だよ、頑張ってるよって言えたと言ったとしても、でもきっとね、ご自身で自分自身でそれを自分に大丈夫、私は前に進めてるって言ってあげられるその一言の方がやっぱり大きいと思うので、ぜひうまく頑張れなかった日もあるでしょう。120点あげられない日だってあると思います。それでも何かしら少しでも頑張れた時はそういうふうにご自身に声をかけてあげてください。実際私も大学受験ものすごい苦労したタイプで、偏差値が20ぐらい足んないとこからのスタートでしたし、判定もなかなか上がらないし、
で私立は全部ボンボンボンって落ちちゃって、一般がね落ちてしまって、で国公立の前期も落ちちゃってっていう、まあ、結構しんどいタイプの受験だったんですけど、でも、まあ、この時期皆さんねすごい苦しいきつい時期だと思うんですが、多分きついあの時を踏ん張ったからこそ見えた景色があると思ってます。なので今ね未来のことをなかなかこうポジティブに考えることは難しいと思うんですが、この踏ん張って耐えて頑張った先にだからこそ見える景色があるんだっていうのは頭の片隅に置いといてください。そこをね全てそこだけを頼って生きろとは思いません。でそんなに楽な状態じゃないのは分かってるので、ただ未来に関して全てが絶望なわけではないんです。そこに見える景色、すごい素晴らしい景色がそこに広がっている可能性があるっていうことは頭の片隅に置いて、この先ねあと数ヶ月にはなりますけれども、まあ、一日一日を大切に、時間を大切にして過ごしてもらえたらと思います。今回この動画を見ていただいて、まあ、私自身は自分のチャンネルなので普段の動画でも思いがねある程度伝わってるかと思うんですが、ネスレさんの担当の方が、本当にね打ち合わせとかをしてて受験生のことをすごい考えてる、どうやったら応援できるだろうって、自分の商品とか思いとかを届けられるだろうっていうのをすごく考えてらっしゃる皆さんで、その思いが、まあ、自分っていう一個のフィルターが入ってしまってはいるんですけど、皆さんに届いていることを心から願っております。そしてこのねキットカットさん、キットカットの素敵なねプレゼントもいただきましたので、ぜひ応募の方もよろしくお願いします。思いを込めてメッセージ書かせていただきますので、応募の方もぜひお待ちしております。そしたら詳細に関してはね、概要欄にあるホームページというかネスレさんのページに載っておりますので、そちらの方もぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。またぜひ次回の動画、皆さんの質問に答える動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。